ジョン・セル・ウォールジョン・セル・ウォールは、イギリス求心主義の弁論家、著述家、有弁術の啓発活動家。セル・ウォールは、ロンドンのコベントガーデンの生まれであるが、デンビーシャーのプラシュオードを拠点とする、ウェールズ系の子孫である。父の絹商人、ジョゼフ・セル・ウォールが1772年に死んで家族は、経済的窮状に陥ったが、母は、絹商売を続けるつもりだったため、 1777年には、ジョンはそれを助けるために対抗しなければならなくなった。セルウォールは、早い段階から、本好きであり、母の不況を買っていた。またそのために彼は、仕立て屋としての徒弟の修行を全うできなかった。その後、弁護士事務所で生計を立てようと試みたが、道徳気質と、卑怯な性格ゆえにその職を辞め、著実で生きることを決めた。 彼の編集者を呼び、ジャーナリストとしてのキャリアはかなり成功したが、その時期に政治活動でも頭角を表した。フランス革命後にその思想に浸水し、ロンドンの旧神派の集まりで弁舌を振るうようになり、同じく旧神派、ジョン・ホーオン・トゥックのとの地域を得て、1792年、ロンドン通信協会の設立に貢献した。1794年、セルウォール・トゥック、 そしてトマス・ハーディは他の政治活動家の逮捕に抗議する講演を行ったとして反逆罪で裁判にかけられた。3人はロンドン島とニューゲート監獄に収監された後、釈放された。セル・ウォールをイギリスで最も危険な人物と考えていた。政府当局は釈放後も彼を追跡監視した。1795年。 首相ウィリアム・ピットの大逆法や先導集会法といった一連の弾圧的な法が王の承認を得た後、セルウォールは検閲を逃れるために公演のテーマを時事的な政治論評からローマ史へと変更した。しかし、それでも国王擁護派はセルウォールの活動を攻撃したため、彼はロンドンを離れイギリス国内を回って公演活動せざるを得なかった。 イギリス東部での様々な講演において、起こった聴衆が彼の弁論を妨害したために、1798年、彼は政治から身を引くことを決めた。2年後彼は郵弁術や、修辞学の教師、弁論セラピストでとして再起した。これが成功し、1818 18年には、チャンピオンが身を買い取ってしまうほど収入を得、その雑誌を通じて、議会改革を訴えた。 しかし、彼の劇場的な語り口と政治的見解は、その雑誌の読者である中産階級には合わず、大きな損失をしてしまった。セルゴールは再び公演ツアーを行い、その途上のバースで死去した。彼の政治的見解の一つとして、自己防衛以外のあらゆる戦争を否定する立場が知られている。ありがとうございます。